よーし。わーり、テレビ見てたら遅れたぞ。お、冬服というのね。秋服になったな。今日のゲーセン、ということで、ゲームセンター、またゲームセンターかよとか思うけど、好感度が上がるまではね。お前のおすすめゲームってなんだ。こいつの好きなところに行かないとな。俺の好きなやつ、パンチングマシーン。それいいな。うえー、最高。まあ、実際俺好きなやつはそう、ゲームセンターだったらな、シューティングゲームかな。家でやるやつやったら、なんかドンキーコング的な 2D のアクションが好きだな。あー、よーし、文化祭に来て、大村ちゃん一緒に回ろうよ。うん、よかったら一緒に展示品を回らない？どうかな。よーし、今回どこ行こうかな。あ、そう、前回さ、演劇部でき見せられなかったから、ちょっと行こうか。行こう行こう。ブー、何やるんだ。時代劇だってさ。おお、燃えるな。まあ俺は何回見たんだけどな。いや、これ見したい気がする。あ、これ見たな。これ見た。1年目と2年目の時代劇見たわ。ああ、面白かったぜ。時代劇と言ったらやっぱり盾だよな。そうだよな。盾ちょっとやってみたいな。うん。悪人がやれるのって見ててスッキリするよね。今度から生徒会の言うこと聞かないやつ切っちゃうかな。本当にやりそうで怖いぞ。日本刀とか後ろにあったら使いそうやもんな。期待通りだったぜ。おえ、作動部とか行ったらダメなんだろうな、多分な。水族館に今回は行きます。まあ、2年目あたりぐらいからね、まあ好感度が。ここって器用だな。すっげえ勢いで腹の上で貝を割ってるぜ。俺もやってみようかな、腹の上で。ラッコは気に入ったものを岩陰に隠すんだぞ。美味しそうに食べるのな。そうだよ、知らなかったな。なんでうめえとか言われそうやな、一番下は。一番上、正直真ん中がいいけどな。いや、こいつやったら真ん中な気がする。よし、真ん中にしよう。いや待てよ、うわ、上かな。ラッコは気に入ったものを岩陰に隠すんだぞ。いや、なんか知識を出しすぎると、な、こいつ、そんなこと知ってるよ、お前、みたいな感じ悪そうだから。博打だな、上は。あ、でも真ん中、無難すぎるか、無難でいいや。ほんと、うまそうだよな。おい、こいつ、飯と暴力があったら、あれやな。すっげえ。気に入るな。やったぜ。さて、帰るか。2年目からはね、まあ、しっかりいろんなところにね、行きたいなとは思っております。まあ、そこまで我慢だな。うん、俺も我慢、みんなも我慢。よーし、今回遊園地に来てまーす。というかね、山に行こうと思ったんだけど全然 OK してくれない。今日は目いっぱい遊ぶぞ。遊ぶぞ。ってかね、もうめっちゃ断られたから、ゲームセンターでも行こうかなと思ったら、ゲームセンターも断られちゃったからね。もちろんジェットコースター。よし、それからだ。絶対好きそうだな。スリルの代名詞、ジェットコースターだぜ。やっぱこれからだよな。そうだよな、赤井さんは好きだと思ったよ。バレバレか。まあいいや、早く乗ろうぜ。早く乗ろうぜ。でも3時間待ちです。帰ります。すっげー楽しいぜ。やっぱジェットコースターは最高だな。ほんとだよ、最高だぜ。楽しかったんだけど、ちょっと怖かったよ。久しぶりになったからすごく怖かった。うん、最強だよ、最強。もう一回乗ろう。うへー、完璧。もう、やつの心は俺に手に取るように分かるな。すっげー遊んだ、大満足だ。うへー、大満足。もうときめきでマックスになってんじゃねえって。そんなことねえか。よーし、正月だぜ。新しい一年の始まりだな。ここで好感度がわかる。あれ？もらえなかった。
まあ、とりあえずいいや。小村ちゃん。何してるの？僕と遊ぼうよ。断るなよ。最悪だ。クソ、アニメのためなら俺のやつも断るのか。高井ちゃん。その願い。よし。まあ、ここ来てくれんのか、最初の1年は。じゃあ、とりあえず、おみくじ引いて、元気になろう。末吉。さあ、帰ろう。寂しい。よーし、来たー。やっと来てくれた。もうめっちゃ断られる。もう、ストレス半端ねえ。俺のストレスもそうだけど、主人公のストレスも半端なくて、ノイローズになって、その時にちょうどテスト期間に入って、ちょうど赤点取ったからな。もう最悪。マグロの群れだぜ。すっげえな。あれ？ペンギンのショーは？さあ、初めて食べたら美味しそうだね。あれ？ペンギンのショーは？え、しかも、うわ、マジか。結構経ったような気がしたんだけどな。あれ、ペンギンのショーは？あれ、ペンギンのショーどこってんやろ？2000年の1月から3月なんだけどな。あれ、ミスったか、どっか。ちょ、待ってよ、ペンギンのショーどこだ？次はクラス対抗 100m 走です。出場選手は準備位置に集合。位置についてよーい。位置についてよーい。来た、時空曲がったよ。これを見せたかったんだよ、時空、この曲がるやつな。いえ、来た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 。これで運動がね、200以上だとこうなるんだよ。えい、来たよ、1というところで体育祭でーす。完璧に1位だったな。暇じやるな、お前普段猫かぶって。そう、そんなことないよ、一応褒めてくれるんだよな。頑張った甲斐があったぞ。よっしゃー。でですね、ペンギンのやつ、あれはなんか調べたところ、いつでもいいというね、水族館ができたら別にいつでもいいということだったので、よかったよかった。もうなんかずっとできんのかなと思ってしまったよ。またでは、次のデートまでカットします。うえい、今回ボーリングに来てます。やっぱ人気あるんだよな。単純なスポーツだからな。私も嫌いじゃないぜ。好きでもないけど。俺もそうだけどさ、やり始めると結構燃えるんだよな。よし、気合い入れていくか。そうだよな、ボーリングとかってね、素人同士やると大体120ぐらいが限度だと思うんだけど。1本目でこれか。早くもパーフェクトの夢が。それでかけると面白いんだよな。しかもな、勝負強いやつがね、たまにいてさ、最後の、10回目の3回連続ストライク取るやつがたまにいるからな。何無謀なことを考えてるんだよ。パーフェクト保証が欲しいのか。パーフェクトか。赤井さんらしいな。ハロー、来るたんびに狙ってんだ。ボーリングにおけるおい、そんな150ぐらいが限界だったな俺。じゃあ途中まで。150だったらストライクその中で 3,4 回は確実に出してるもんな。よーし、修学旅行まで飛んできました。うわ、どこ行こうかな。なんかな、好きそうなやつ、そうだな。遊べると言ったら、北海道だな。北海道だな。よし、北海道。スキーとかがあるからな。
え、むしろ俺は北海道修学旅行だったけど、スキーしかやることなかったけどな。今日は一日疲れたよー。お、あ、ホムラどうした？明日一緒に名所回ろうぜ。嫌って言っても連れてっかな。マジか。ごめんちょっと。もちろんオッケーだよ。よし決まり。ここで待ち合わせだぜ。遅れんなよ。了解。明日も綺麗だ。赤井さん何してるな、遅いな。おはようございます。遅れました、すいません。俺みたいなさ謝り方すんなよ。おはよう。お、全然誠意がこもってないぞ。じゃあ早く行こうぜ。よし行きたい。取り戻さないとな。本当な。誰のせいだ、誰だ。うーわ、ホムラ性格俺にめっちゃ似てるな。見渡す限りの大出現。私みたいなスケールのでっかい人間にぴったりの風景だな。へえ。ああ、まあ俺理想は高いけどな。あ、今なんか言ったか。それよりおい、あっちのずーっと先までかけっこしないか。いや、それしたら俺ナンバーワン、時空を変えた男だからな。よし勝負だ。巨大グマ戦うぜ。イエーイ、戦うぜ。これ結構一瞬で勝てるんじゃないか。あ、一瞬で戦うんや。よーっしゃ、ぶっ倒したぜ。あ、赤井さん大丈夫だった？カッコつけすぎだぜ、私の出番奪いやがって。でもありがとな。おお、来たよ。そろそろ来るんじゃないか。萌えがそろそろ来るんじゃないか。お、顔が違う。ちょっとお付き合い。いいけど、どこ行くの？男のくせにうるさいやつだな。いいからついてこいよ。行くぜ。なんだか嫌な予感がするんだけどな。いい景色だぜ。ついてきてよかった。そうだな、行ってくれればもうちょっと気分よかったのにな。悪かったな。なんて誘っていいかわからなかったんだよ。こういうの私の柄じゃないだろ。なんとなくわかるわ。照れてるのか？いいよな北海道。空気うまいし飯うまいし、住みたいぜ。いや、俺もな、北海道は住んでみたいな。ほんとそうだな。やっぱりそう思うか。私はやっぱり伸び伸びできるの。間違いねえ。めっちゃ同感できるわ。おお。ここだここ。服装が違う。今回は中央公園に来てます。そんなことより早く遊ぼうぜ。赤井さんいつからここにいるんだ。お、これときめきど。何すんだよこんなとこで。決めてない。あるもので適当に遊ぼうと思ってるのさ。ダメか。ダメじゃないけどさ、散歩だけはお断りだ。わかった、じゃあ池の方に行こうぜ。ここからビールが見えるんだな。ロケットみたいに飛んでいったら面白いぞ。ビールが飛ぶのか。最高だぜ。うえ、最高。すっげー遊んだ。やったぜ。じゃあ一緒に会話1回しかなかったけどな。よーし、今回文化祭に来てます。あ、どうしたんだ。よかったら一緒に展示品回らない。よっしゃ、来た。お、飛ぶね。丸連打しょった。電脳部に行ってみたかったんだよな、一緒に。多分ゲームすると思うんだけど。あ、シューティングだね。おい、じゃあ行ってみるぜ。これ好感度上がるんかな、成功したら。これ結構難易度が高いからな。行くぜー。はっ、負けたし。くそ、こう背景がさ黒やけんさ、端っこ後ろどこまで行くか分からんけんな。くそー、言い訳落つ。まあ筋は悪くないけど、私にゃ。くそー。お、このシーン見られる。お、いいね。お、ホムラちゃんがやるやつが見られるぞ。なんかそんなね、細かい動きができんのよね。あれだ、あの東方で言ったら、レイムじゃなくてもう一人出てくる、マリサか。おお、倒してる。マリサみたいな、こうなんかもうちょっと動かしただけでビーンって移動しちゃうような感覚でね、やらんとミスるんだよな。うわ、クリアした。うまいな。
俺よりもちょっと上手いな。でも5キロも残したな。こないだ勝った時ギリギリ1機とかだったからな。すげえな。普通にすげえわ。くさー、俺もクリアしたかった。ま、ざっとこんなもん。すげえ。面白い文化祭だったぜ。あたしが言ってんだ、間違いない。おい、ほんと楽しい文化祭だったな。うん、ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録をお願いします。コメントも待ってるんで今後もよろしくお願いします。じゃあねー。